島のポエ勝利はマサさん、試合後インタビューが尻滅裂。皆の衆、ラグマサに納めやで。オグラントスの終焉の肝かしわだったな。ラグマサ移動が長くて体が重かった。でもプロなので言い訳は許されない。かっこいい。鹿島から柏までの距離は80キロ、移動が長かった。自転車移動だったんだろ。それより短い対戦相手は JH に存在しないと思うが。マジでこれは謎。こんなん笑うわ。鹿島指定しててくさ。水曜ホームだったのかよ。ならもうホームタウンへの文句だな、きっと。ほら鹿島は出国手続きとかあるし。マジで移動が普通な日本海側クラブの大多数を敵に回す発言がないわ。まさ柏戦後監督インタビュー。インタビュアー点を取り切るためにどんなところが必要だったと。岩政指定でしょうね。インタビュアー具体的に岩政指定ですくさ。リポーター追い詰めるな。ラブさん何言ってんの。指定ですニコ。具体的に言えないあい。具体的に指定です。インタビュアーと喧嘩すんなよ。鹿島サポ永遠に岩政コールしてる。鹿島サポも真似して岩政呼んでる。鹿島サポ楽しいだろうな。サッカーの楽しみ方を思い出した。鹿島サポ近いように見えても遠い片思いの距離感を言いたかったんじゃないの。